皆さんこんにちは、 GBB 放送局のショーです。ビビです。圧力プレッシャーをやっていきます。これはどういうゲームですか？潜水艦でなんかある基地の中のクリスタルを取って持って帰ってくるっていうゲームです。はい。けど主人公は冤罪で捕まってるっぽい。うんうん、そうそう。これ一旦死んじゃうとダメなんでしょ？ゼロからずっと生き続けなきゃいけないんでしょ？そう。めちゃくちゃ難しいじゃん。一応課金とか、あとはロビーのお金で復活やつはできるけど。よいっ。一人になっちゃったの？そう。ぼっち？ぼっちになっちゃって緊張してプレッシャーだよ、ほんと。タイトル回収したね。最終のところに戻ってくるので、よく地形を覚えてください。すごい、今のはね、なんかエヴァみたいな感じで、ね、水、海水がブワーってきたね。うん。緑のライトを沿っていかないとね、寄生虫にやられたりするの。サーチライト来た。クジラよりもでかい体長を持ってるイカ。なんか深海魚みたいだけど。うん、深海だよ、ここ。このライトに当たらないようにする。そう。かっこいいことね。音楽がかかったら始まりです。突然音楽かかった。そう。ボス戦は今までの100ドアとかのハードベアよりかは楽です。ここで死んだらもう終わりだけどね。修理方法はこんな感じ。すごい、7個って数字が出てる。うん。これさ、一人で7個って辛いよね。見つけるポイントとかある？この黄色いビリビリがある場所を目指す。遠くから周りをよく見て。そう。めちゃくちゃ迷ってたよね。うん。暗闇っていうのがね、編集してて30分ぐらいカットを平気でしたところとか。太いところで止めるんですけど、ミスったらダメージ食らいます。さ、今さっき比べたね、うん、ケーブルを間違えた時のダメージはだいたい5、4、6ぐらい。多くなったね。うん。早く見つけてるね。地下は簡単だけど外なんだよ。外か。それはライトに当たらないようにしなきゃいけないから。そう。2人とかだと14個修理じゃなければ全然2人で分担して修理してった方が楽だよね。めっちゃ見てる。めっちゃ増えてる、うん、増えてる。ここで死んだら全てが終わりだから。本当だよね。こんなところでやだよ。これは迷子との戦いだね。360度めっちゃ確認してる。サーチライトが通り過ぎた後にこう後ろからついてくるってすごい上手だったね。コツを教えてください。ライト急に後ろに変えたり横に変えたり、なんか向き変えたりするから気をつけてください。もう自分の危機感を試すから、うん、もうほんと慎重にいかないとダメ。迷子との戦いです。ここ来るのにすごい迷いました。すごいピンポン出した。ピンポン出した。今度ピンポン出した。キャノンを起動。北道に洞窟を抜けよう。めちゃくちゃピンポン出した。これ。おお、すごい。見て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 。かっこいい。ここで死んだら絶望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 。さあ、タイミングで見てます。ああ、危ない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 。この不穏がなかった。これ今危なかったでしょ。うん、即死。うん、即死。わー、ちょいちょい慎重に。はい。あとは戻るだけ。これ何これ？トレンチブリーダーの足。何足って？足。足なのこれ？
うん、これルーシー。はい、やっとクリアだよ。もう緊張、タイトル回収、プレッシャープレッシャー見てください。おー、到着しまった。うん、おお、これクリア。はい、やっとだよ。ここがゴールです。はい、で、今これは何やってるの？今ここを帰る途中っす。最後もらっていけるものがあったらもらっていきましょう。ここに敵がいないと思ってたんですけど、ボイドマスがいるという情報があったので気をつけてください。クリアじゃん。うん、これ何やってんの？これ勝利の舞。ここでさ、ダンシングっていうコマンド使えばさ、踊るタウン。おめでとうございます。おいおい、すごい、バッチ3つもゲットした。そう、小説っぽく締めくくるのが好きだよね、この、うん、これ海外の方のゲームでしょ。うん、なんかね、後日談がこんな長く。ちなみにこのパソコンの音は私が入れました。新しい人生をやるためにお金をくれ、ね、一応お金をくれて、今までの囚人とかもチャラにして、偽の情報も流して。そうか、そもそも冤罪だったのね、この主人公は。うん、なんだろう、これ闇の組織なのかな、何なんだろうね。飛行機で高飛びまでさせてくれるんだね。うん、誰も信じやしないさって、なんかあるあるな感じで終わった。最後までご視聴ありがとうございます。これからもゲーム攻略していくので、チャンネル登録まだの方はめっちゃ励みになりますので、よろしくね。